小さくて可愛いでしょ。はい、今回は去年発売されたラズベリーパイ4を使ったナスサーバーを作りたいと思います。ラズベリーパイ本体と SSD を搭載するボード、電源管理ボードの3つと記憶領域としてサムスンの SSD を用意しました。そしてこれらをひとまとめに収納するケースを用意しました。組み立て自体は難しくはありませんが、物自体が小さいので私の障害ではちょっと面倒でした。電動ドライバー類が使える部分が少なく、手作業が多かったので時間もかかってしまいました。発熱がひどいと噂があったので、効果があるかは分かりませんが、一応ヒートシンクもつけてみたりして、電源ユニットのファンで一応冷えるとは思いますが、ケースに入れてみたら SD カードの挿入場所がないことが分かり、ちょっとイラッとしました。マジかよって思いながらも仕方がないので、先にオープンメディアボルトなどのインストールを済ませて、SD カードを挿入してからケースに固定しました。そしたら今度は電源ケーブルが刺さりません。あれって思ったら太さが違いました。海外製に多い口のサイズが5525というサイズで、 Amazon の一緒に買われているもののサイズは5521で、ダメじゃん、やられたや、ここまで来て使えないのかやと思いながら、ちゃんと確認しなかった自分が悪かったので、また Amazon で再検索しました。変換アダプターを探してポチッと、なぜか関係ないものまでポチってしまい、これが Amazon の作戦だったのか、商売うまいなあははなんて思いながら、ささやかな悪意を感じたよ。オープンメディアボルトのダウンロードは下の方にあるダウンロードボタンを押し、そのままだね。次にここの Here をクリックするとページが変わります。オープンメディアボルトはいろんな環境で動作するようで、たくさんのイメージファイルがあります。ラズベリーパイイメージをクリックします。結構ダウンロードされていますね。ラズパイ4は上の段にある末尾に4がある方のイメージをクリックしダウンロードします。下のものはラズパイ3などのイメージですね。続いてエッチャーをダウンロードします。エッチャーはイメージファイルを SD カードに書き込むソフトで、 PC へインストールして使います。環境によっては事前に SD カードのフォーマットが必要になります。私の環境では必要でした。
早速書き込んでみます。イメージを読み込んだらフラッシュをクリックして開始されます。エッチャーでの書き込みはそこそこ時間がかかります。画面が変わったら完了です。次はいよいよラズベリーパイの起動です。電源オン。ラズベリーが来ましたね。ここで初期設定だけ済ませます。ログイン名はルート、パスワードはオープンメディアウォールと、すべて小文字です。パスワードの部分は入力しても空欄のままですが、ちゃんと認識されていますので、ご安心を。私も最初パニックってキーボード変えたり、無駄な努力をしてしまいました。こういう仕様はやめてほしいですね。IP アドレスは最初は自動取得になっているので、念のためメモしておくと良いでしょう。では、いよいよオープンメディアウォールとの設定です。ブラウザから設定します。先ほどメモした IP アドレスを入力し、エンター。ログイン画面が出たら日本語に切り替えます。ログイン名はアドミン、パスワードは先ほど設定したパスワードです。はい、ログインできました。もし管理者パスワードを変更する場合は一般設定でできます。では早速ディスクの設定を行います。時々ディスクの認識ができない時があるようですが、再起動してみましょう。右上のメニューからできます。ディスクを初期化しマウントして使えるようにします。容量によっては初期化に時間がかかります。はい、これで使えるようになりました。次に NAS で使う共有フォルダを設定していきます。名前はアクセスした際に表示されるフォルダ名になります。デバイスは先ほどマウントしたディスクを選択します。パーミッションはとりあえずそのままにしました。必要があれば後で変更ができます。続いてユーザーを追加し設定していきます。共有フォルダにアクセスするためのユーザーになります。とりあえず家庭内で使うならユーザー名とパスワードだけで良いでしょう。
必ず設定後に適用を押し、設定を反映させてから次の項目へ行きましょう。これたまに私やっちゃうんですよね。次にユーザーに与えるアクセス権限を設定します。まあ超簡単なんですがね。そして最後にサンバの設定です。先ほど設定した共有フォルダを登録して、あとは基本設定のままで大丈夫です。これでオープンメディアボールドの主な設定は終わりです。では Windows PC からつないでみましょう。追加したユーザー名とパスワードでアクセスします。ちゃんと入れましたね。 OK。 では実際にファイルを転送してみます。ファイルのサイズは 600MB ほどです。ルーターの簡易ナスと比べると桁違いの速さでしたね。あとはショートカットを作ってもいいですし、ネットワークドライブとして登録しても良いでしょう。最後にパフォーマンスチェックをしていきましょう。ルーターの簡易ナス機能とラズパイ4で比較してみます。ディスクは同じサムスンのエボ860の 500GB で、接続はどちらも USB3.0 です。では、ラズパイ環境で実測です。まあ、不満のない速度ではありますが、USB3.0 接続にしては、随分遅い結果になりましたね。ラズパイは最上位の 4GB モデルなんですが、単に処理能力不足なのか、オープンメディアボルトの設定の問題なのか、いろいろ試してみましたが、原因は分からずでした。転送速度はそれなりに出ているんですがね。原因が分かる方、詳しい方、教えてください。お願いします。始まりは、iCloud の容量不足で、iPhone のバックアップができませんなんてエラーから始まって、じゃあ自分用のクラウドを作ってやろうと、ラズパイナスを作ったので、これくらいの速度が出ていれば十分って言えば十分なんですけどね。耐久性ですが、去年の11月から稼働していますが、2月現在特に不具合なしで連続稼働できていますよ。心配された熱問題も今のところ問題なしです。まあ時期がね、寒い時期ですし、ただ意外だったのはほぼ無音ということですかね。派手な LED がチカチカしていなければ動いているのがわからないほどです。今後どこまでいけるかわかりませんが、連続運用頑張っていきます。